はい、中学3年生、社会ですね。で、今日はですね、日本国憲法のところをちょいと見ていってみようかなと思いましてですね、憲法のところのスタートの部分でね、簡単にと言いましょうか、内容の確認でございます。まず、日本国憲法、公布と施行、それぞれ何年何月何日でしたっけっていうところなんですよね。そうしますと、まず、公布。つまりね、こんな憲法できましたよ。つきましては、この後ね、いついつからね、その憲法を使いますよっていう公布ですね。それがね、1946年ですね。そして、やっぱりね、今、何かのね、祝日になってますね。11月の3日なんですね。この日に、まず公布され、つまり発表されたわけですよね。そして、施行、実際にじゃあこの日からね、この憲法を使っていきますよっていうのが、翌年1947年。そしてやっぱり何かの日になってますね。11月3日のね、に対して、5月3日ということになりましたね。どちらもね、現在祝日になってる日ではございますが、公布されたのが1946年11月3日。そして翌1947年5月3日に施行、つまりこの日から使っていくということになっていったということでした。さあ、そこでその日本国憲法にはですね、3つの基本原則というのがありました。この3つはしっかりね、言えるようにしておきたいね。国民主権、基本的人権の尊重、それから平和主義ということなんですね。それぞれ内容をまた簡単に見ていきますと、国民主権って何なんでしょう。主権が国民にあるんです。主権ってなんだっていうことになるんだね。そうすると、主権っていうのはこいつなんです。国の政治の決定権、国の政治の決定権ね、これが主権ということかな。これが国民にあるよっていうことで、国民主権というふうに言っていくということですね。つまりこの国が、つまり日本という国のね、政治ね、こうしていこう、ああしていこうというね、のを決める、最終的に決めていくのが、国民、日本国民に、あるよということになりますので、国民主権というふうに言っていきます。もう一つの柱としては、基本的人権の尊重ということですね。人権っていうのはね、その侵すことのできないね、どんな権利なんだっけっていうことで、ちょっと穴埋めの問題もせっかくですが、ついでにね、並べちゃったんですけれども、基本的人権ね、これね、侵すことのできない、侵すことのできない、侵すことのできない、永久の権利なんだねということですね。そして自由及び権利は、何かの努力によって保持しなければならないということなんですね。国民の、不断の努力ですね。つまりね、耐えることのない努力によって、これを保持していかなければならないというようなことになりました。それからもう一丁、平和主義というのが、三大原則のうちの一つでした。平和主義、よくね、憲法第何条で書かれてますか、なんていうのも問題に出てきたりもしますよね。第9条ということで、これ一番有名なね、条文というかね、ものなんじゃないかなと思います。この第9条において、戦争放棄、それから戦力の不保持、こんなものをね、取り決めているんだというようなことになりました。さあ、そこで、今ではね、その国民主権ということで、主権者は国民ということであったんですが、かつてのね、大日本帝国憲法においては、天皇が主権者だったんですね。天皇主権ということでした。じゃあ、今、このね、日本国憲法下の、おいての天皇っていうのは、じゃあ、どんな地位なんだんだろうかということになりますね。主権者じゃないんだな。となると、なんだろうということになるとね、日本国および日本国民統合の、統合の、象徴なんですね。日本国および日本国民統合の象徴、これが天皇だというようなことになります。国政に関する権能は持たない。つまり、政治に関しては口出ししないんです。で、何かに基づき何かを行う。ですから、天皇の仕事の、仕事というのかな、の、一つですよね。ここね、結構ね、記述の問題っていうか、穴埋めっていうかな、問題としてよく出てくるね。何かに基づき何かを行う。ということで、ちょっと長くなるんですが、内閣の、助言と、承認ですね。
はい、内閣の助言と承認に基づき、はい、告示行為というのを行うんですね。はい、告示行為というものを行うということですね。はい、ですので、結構ね、まあ、内閣の助言と承認に基づいて何かを行う、または、ね、告示行為は何に基づいて行うか、まあ、それはね、これは両方穴っぽとしてね、抜かれることはないんだけれども、まあ、やはりどちらかね、聞かれてくることが多いので、まあ、まあ、どちらでも入れられるようにはしておきたいねということで、今日は紹介しておこうということなんですね。はい、内閣の助言と承認に基づき、告示行為というのを行っていくということでございました。さあ、そしてその日本国憲法でありますけれどもね、憲法は国の何なんだろうねっていうことなのね。はい、これね、最高法規というふうな言葉を入れておきますね。はい、国の最高法規です。最高法規ね、最高法規、つまり法規っていうのは法律決まり事の中で最高なんです。はい、ですのでよくこういったピラミッドみたいなのが書かれて、一番上が、はい、憲法ですよ、はい、その下にあれかにあれかにあれ点があって、一番てっぺんにあるのが憲法だよって言われるわけですね。はい、でこの最高法規っていうのはどういうことかっていうと、はい、その憲法に反する、例えばその下にある法律であるとか命令であるとか規則であるとか、こういったものがね、憲法に反してるとなれば、はい、これは全て無効になりますよっていうんだね。つまり憲法が一番偉いから、偉いんだ、一番てっぺんにあるんだな。はい、ですからそれに反する法律などは、はい、効力がないね、いうのがこれは最高法規という意味ですということでございました。ってことなんで、今度はね、ここら辺も中間テストの範囲にもなってくるであろうし、まあ、今度の統一テストの、ね、中にも出てくるようだということなんで、まずは今日は日本国憲法に関しましてのね、まあ、およそのところを見てみたということでございました。はい、では今日はこんなところでした。